回、はい、いいよ、はい、広げて、はい、できました。わあ、綺麗ね。まず水に溶ける黄色色素、サフロールイエローの方を抜くと、少しさ、ピンク色が見えてきたの分かる？あ、ほんとだ、ね、実はこれがカルタミンなんですよ。そう、それはね、脂溶性で水に溶けない、出ますね。なんですよ、はい、起こるんですよ。そう、それでね、まあ、単価で言っちゃうんだけどね、少しは色が変わったりするからね。ほら、色変わるでしょ。本当だ。そしてギュッギュッギュッと、こっち、うん、少量の酸カリでアルカリに溶かしていくっていう感じね。うん、はい、それだね。はい、じゃあその濃い液をこっちの、あのビーカーその2に移して、そうそう、移す、じゃじゃあ、まだ濃いね、相当濃いよね、まだね。はい、最後使い切る感じでも、どんなになってるか、はい、どんなになってるかな。もう色素が抜けて、なんか汚らしいね、まるでなんかみたいだって言いたくなるんだけど言わないでね。はい、じゃじゃー、全部入れちゃって、そうで、布を絡ませて、ちょうどね、そのカルタミン色素が布に絡みながらくっついて固着っていうんだけど、色素の固着が起こるんですよ。紅生姜みたいな色になってる、ね、で、そのクエン酸はちょうど中和が完了したぐらいで止めるんだけど、中和をすることによって色が変わるんですか？ね、化学の話ね、化学の話弱酸の有利ってやんなかった？強い酸とその塩がさ、強い酸と弱い酸があって、弱い酸が先に追い出されちゃうって理屈ね。でつけてはまた開いて空気にさらし、はい、そうだよね。それで水洗いをしながら、今指で取れる？取れなければハサミかなんかで紐を断ち切ります。絞っとくと、そこのところ白っぽくなるわけだよね。で、この流水の中でやらない、黄色いのが色素が中に入っちゃうんですよ。黄色いっていうか赤いのね。で、広げると、そうだね、そうだね。で、これ黄色い色素が少し残ってるので、少し水でさらして、そう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 、それで洗って、ちょっと絞って、パッと広げて、広げてくれる？そこら辺に、はい、いいよ、はい、広げて、はい、できました。わあ、綺麗ね。はい、